こんにちは。どうもどうもどうも。今日は奥州市はね、水沢に来てやした。ここさね、新規ラーメン店がね、オープンしたとかって先週かな。してば毎日行列ができてるということでね、そりゃあね、ちょっと試してみねえばわかねえということでね、お邪魔したいと思います。この左にね、いろんなお店が入った集合体がありますね。ここの中に居抜きで入ったそうですね、麺屋一千家さん。新宿の何、ラーメン林田さん監修のお店だそうです。それでは行ってみましょうか。それでは、アイドガン。ドラドラドラ、どんなラーメンなんだ。金目鯛ラーメン。おお、どれ。これは茶漬け、チャーシュー丼、唐揚げね。あ、これだな、特製金目鯛ラーメン。はあ、金目鯛でだすっこを取ってんだね。特製ったら全部のせだ。あ、こっちはラーメンか。大山鶏のカモ。なんだこれ。あ、味噌いいね。味噌味噌味噌。これは13日来週か。まだ来ねえか。まだ来ねえばねえだ。さあ20日3回来ねえばねえな。はいと、済ませたよ。今食べれる2種類でござんす。じゃあ息子ちゃんのラーメン。とりとりだね。あんまりカモはわかんねえな、おら。魚だ。金目鯛つが魚だね。どれどれ。チャーシューが薄いな。低温調理のチャチュちゃん。これいただいてみましょう。流行りだね。最先端のラーメンだね。これでっけえ細切りメンマ。うめえ。よく言えばね、このチャーチューちゃんがもうちょっとあずいば完璧だ。あずっこは言えどもね。こちら一千家さんのね、元となる林田さんつうとこは新宿で毎日行列作るそうですね。そこと同じあずなんだべえかな。それ考えればお得だね。ここで食えんだからね。うまい。このね、麺もね、全粒粉でうまい自家製麺です。いやー、食った食った。どうもごっちゃんでした。今日は水沢の麺屋一千家さんの紹介でしたよ。まだつまーす。あなたは稲妻のように私の心を引き裂いた。てかエヴァねー。バイバイー。